今回はですね、今回は、久々の動画を投稿するということでですね、最近買ったグッズなど、グッズや本を紹介していきたいと思います。まずは、これですね。僕は友達が少ない9ですね。ちょっと待ってください。9か。を買いましたね。こんな感じ。また出ます。よいしょ。こんな感じですね。こんな感じで、絵柄も、こんなついてまして、んで、まあ、こんな感じがいい。こんな感じで、バーっと。こんな感じになってますと。続いて、働く魔王様、9巻。こちらもですね、このような感じですか、ついていましてですね。ちょっとこれです。で、まあこんな感じの、こういう感じになっています。次が、トラブルダークネスの第8巻、通常版と、トラブルダークネス第8巻の、OVA。OVA か、初回限定版ということで、こちらもまあ、こんな感じで、ずらずらとありまして、そしてこちらの方は、これですね、もう開けているんですけれども、ですね、このようにちょっと違いますと。こちらは一緒なんですけれども、違いますと。そして、DVD ですね、OVA。3こんな感じになっています。こんな感じになっています。次いきます。次がですね、これですね、女神、ボリューム3、わからん、女神マガジン、まあわかりません、どこにわかりませんが、この本ですね。まあちょっと中身パーっとこんな感じになっています。ハイスクール DD がですね、いっぱい書いてあります。いっぱいありますね。こんな感じでいっぱいありますとですね。よいしょ。そして、ラスト動画ですね、画集ですね、トラブルダークネスアニメイラスト集重視マーカー、まあ、バラバラバラっと、パーっと、こんな感じになっています。ですね。うん、かな。はい。久々の動画を投稿ということで、5月ぶりですかね。いやー、新鮮ですね。あー、ちょっと、そんな感じかですね。そんな感じですね。こんな感じで、このような感じで、いろんなものを、しましたね。よいしょ。ですね。ちょっと、こんな感じで。買いました。これでいいですかね。よし。では、これで、最近買った本やら、なんやらの紹介を終わります。ありがとうございました。